ゲッターズ飯田の万人御礼億万族。どうも占い師のゲッターズ飯田です。アシスタントの億万でございます。さあそして、はい、今日はゲスト。今日はねなんかポイントもらえると思って間違えてきたんですけどポイントないよ。何ポイントあんのかね。誰でしょうか、はい、どうも井上ポイントです。お前急に今テンション上げたからね。さっきのテンションも違うじゃん。これ、まあ、びっくりしちゃうから。ちょっとまあスイッチは入れましたけど、俺たちのその声のレベルになんとなく合わせてくださいよ。はいはい、はい、え今合ってなかったんですか。なんかちょっと井上ポイントですみたいな。ちょっとやばいやつ登場したみたいな。本当ですか。そんなぎこちなかったですか。はい、お得芸人の井上ポイントさんに来て、はい、お願いします。ありがとうございます。何度か来ていただいてるのかな。今回2回目ですね。2回目か、はい、何回会ってるからさ。そうなんですね、久々感全くないんだよね。昨日もまさかの夜3時までのそうだよ。この3人でそれと奥間君と井上君で3人でさ、はい、鳥貴族でただ英語喋ってさ。いやめちゃくちゃ楽しかった。何にも覚えてない。覚えてないですか。そんなことない。歴史の話してたでしょ。いやでもなんかいいアドバイスをしてましたよ。そうですね、まあ、アドバイスいただきました。はい、うち放送作家ですから、はい、ありがとうございます。なので今日は皆さんの相談乗りつつ、はい、井上君なんかポイントよかれなんかある最近このポイント。最近は来てるのがもうモッピー禁止だからね。あーモッピー禁止です。そうですね、モッピー以外だと、うん、あの JRE バンクって聞いたことあります。 JRE バンクって何。聞いたことある。あの、うん、まあ、JR 東日本がネットバンク楽天銀行と手を組んで5月から始まったばっかなんですけど、うん、ネットバンクなんですよ、ネット銀行、うんうんうん、でこれを開設して50万円残高がある状態で、うん、であとビューカードを使うっていうのをクリアすれば年間何回か JR 東日本で使える4割引き券とか。4割引き、はい、それって新幹線とかでも使う。新幹線使います。やばくないですか。とかあとスイカのあの東海道線とか、うん、ああいう普通列車の JR あのグリーン車、うん、あれ無料券とか、うん、超いいじゃん。あとそのどこかにビューンっていうサービスがあるんですけど、うんうん、JRE ポイントを使って6000ポイントで新幹線往復できるっていうものがあるんですけど、うん、それの2000ポイント引きとか。でも何しろその新幹線 40% 引きすごくないですか。でかいね。でかいです。だからもう株主優待みたいな感じです。ああなるほどね、はい、でもその50万円ただ入れとくだけだから別にリスクもないし、うん、はい、そうです。株買うよりいいよね。まあ、株上がったりするから。でも配当金とか考えないだったらいきなりすごいポイントです。億万くなかないポイントは。これ全然ないですね。億万ポイントないの。億万ポイントはまあでも昨日ね、億万トークライブで。そうですよ。そうですよ。望月理恵さんが。まさかまさか出ていただいて。セントフォースの取締役の。すごいですね。ダメだろ。中野の地下2階に来てくれて。絶対呼んじゃダメだ。俺が悪いんだからね。いやそうですよ、飯田さんがねきっかけで出てくださいよって言ったら出ますって出てくれてね。やっぱもうやっぱある程度売れたらみんな出るよ、はい、そういうもんなんですか。ヘンミさんも出たり。ああまあヘンミエミリさんもね。好楽師も出てるでしょ。好楽師も川崎宗則さんも、うん、俺も出てんの。そうそうそう。それは今の流れでは言わない。無視しようとしたでしょ。いやいや無視しないですよ、こんな目の前にいるのに。あでもやっぱそういうもんなんですかね。いやでも抜群にトークを持ってた、ね、いや面白かった。望月理恵さんの面白さ、うん、よく引き出してよ。くもんあやった、めっちゃ楽しそうにしてたよ。嬉しいな。望月さん、もっちーさん聞いてる。もっちーさん笑ってる今ニヤニヤ。いや聞いてるって。本当ですか、うん、聞いてくれてます、ね、やっと自分のこと好きだから。なんか変なこと言われてないのかなってチェックして結局褒めても、うん、そうでしたみたいなこと言って、なんかね飯田さんのあの占いのタイプのやつで羅針盤、そう羅針盤、はいはいはい、まあまああのえっと犬居天中殺か、犬居天中殺ってもともとあるんですけど、占いの中でその中に一文字もネガティブなんて言葉書いてないの、うん、あそもそもがそもそもがないの、うん、で望月さんに あ、まあ、会う前からラジオ聞きながら、うん、この女の人どんだけネガティブなんだと思ってで調べたら、ああなるほどねって、まあ今でいうその羅針盤だから、うん、羅針盤ってネガティブ、まあ要素ある、まあまあ真面目と生真面目といろいろあるから、あ、うんうん、あそういう要素かなと思って、ある時違うこの人ネガティブだと思って、うん、で羅針盤の人会うたびネガティブですねって始めたら、ネガティブなんですよってなったから、うん、占い界にネガティブって言葉をワード言ったのは俺なんだけど、うん、きっかけは望月さんです。すごい。じゃああの人いなかったらネガティブっていう言葉というか、うん、なんなかった、ね、そこにはまらなかったんです。悲観的に物事考えるとか用心深いとかだったの。
で当時の原稿見るとやっぱないもんね、うん、ネガティブ入ってなくて今書き直ししてるから書き直す時にやっぱ羅針盤の文言にネガティブなんて一言も書いてないもん、インディアンにアホも書いてないけど、ね、よくね伊藤さんアホのインディアン、イルカの高校生も俺がつけてるからね。あ、そうなんだ。ないない、なんてったらインディアンは本によっては小学生みたいな書いてる、子供みたいなのが書いてあるのがあるんだけど、探すと中学生って書いてあるのが俺だから、俺めちゃくちゃ、まあ、占い界でワードを作って入れてる、そうアレンジして、うん、時計座の口悪いとか、あ言ってる、言ってる、庶民はね調べたら出てくるけど、うんうん、口が悪いわ俺は。これでもなんか羅針盤座の人はネガティブっていうのあるんじゃないですか、うん、そのネガティブはもうそのままってしょうがないでしょ、それなんかしょうがない、ポジティブに持ってった方がいいんですか、やっぱポジティブになったら最強なの。あーそっかそっかそっか、で井上くんのカメレオンだとモノマネがうまいとか、うんうんうん、学習能力高いとか、うん、モノマネ、はい、いやモノマネうまいんですかね。モノマネだってあでも頭悪いもんね、特に勉強もするし全然勉強、学びの語源は真似ですから、うん、真似できないと頭めちゃくちゃ悪いから、勉強してないから大して勉強、小卒でしょ。いや小卒なんかいないぞ日本に。いやそれはダメだよ、それは分かんないから。いやそうか、いると思う。あ、いるとか、行かない行かない、あそうか、いや僕じゃ突っ込み間違いしてるよ、すいません間違いました、ダメですよ、バカだったから。いや勉強しました、勉強しました。全然してない。いやめちゃくちゃ勉強しましたよ。するわけないですよ、大学とか行ってないでしょ。いや大学も行きました、卒業しました大学も。フランク大学どうせ、いや誰も聞いてない大学、そんなことないですよ。どこと言ってるの。早稲田です。めちゃくちゃ頭いいな。超勉強できんじゃん。好きすぎるだろこの流れ。この流れ二人好きすぎるだろ。このコント俺もう100くらい昨日もやりましたからね。いやそうなのよ、そうなのよ。15時間ぶりぐらいに見てるから、うん、早稲田出てんのよ。いや、そうですね、やっぱだから学習能力高いから、あカメレオンは学習能力一番高いな。はあ。まあモノマネ、まあまあまあ学びだから真似に変えたのも俺なの。なんか久しぶりにこのオープニングでそのなんか6タイプのやつをなんかこうやって改めて聞くとやっぱ面白いですね。ああ、まあまあそうかな。あんまなんか改めて喋ることないから。ああ。確かにそうなんだみたいな。法の頑固はもうどこでもさ全部その頑固だから、あそこくらいかな。まあ、フェニックスの復活の恋とかしつこい意味は出してる、はいはいはい、あと喋りが下手とか俺が作る。喋り、まあ、喋りが上手くないぐらいあるけど下手ってはっきり言ってるので、喋りが下手なんだけどそれを上手くしようとするってことはした方がいいんですか。あでも法実は女子アナに多いからね、丁寧に伝えたら上手いんだけど瞬発のが下手なだけだから、そういうのいろいろ占いの中でワードをすごく俺作ってる。だからたまにこのまま誰かな仕事だった時に、はい、なんか俺も聞いたことないんだけどなんとかさんと一緒に見てもらってみたいな、そしたら裏の運気がこうでとか、なんとかの足持ってますみたいな、完全飯田さんのパクリですよみたいな。やめてよ本当に。どうぞどうぞどうぞみたいな、なんとかの星はもう完全そうですよね、まあ、でも探したら、まあ、まああるけど、うん、分かりやすいじゃん。まあ、まあ分かりやすいですよね、うん、そうそう、一応占いをエンターテインメント化すると俺仕事はちょっとしては一個、あとなんか飲み屋とかで盛り上がりそうだし、俺なんとかの星持ってるよみたいな、それでいいじゃん、分かりやすいじゃん、うん、ポイントの星とかあるかもしれない。あそうですね、なんか作ってください。でもポイントの星で言うと時計座よ。あそうなんですか、庶民とか時計座の人は合ってるんですね。ポイント、あとカメレオンも確かに合ってる、コツコツタイプだから。あコツコツはよく言われます、うん、あじゃあタイプ別のこのポイントのため方とかもあるかもしれないですね。多分作れるよね。あ確かに確かに、でも俺インディアンだから忘れちゃうからさ。アホだから、まあ、ポイント貯めきれない。アホだから忘れちゃう、誰がアホだから、誰がアホだから忘れるんだよ、まあ、まあそんなわけで今日は3人やっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。それではですね、占いサイトゲッターズイーダの占いに届いた相談へと参りましょう、はい、ちなみにお二人目はサイト内のウェブラジオでしか聞けませんので聞き逃さないでくださいませ、はい。静岡県は30代前半女性、キムチーズたこ焼きさんです、はい、ありがとうございます。彼との相性、結婚を占っていただけますと幸いです。1年半ほど前にマッチングアプリで知り合い、今年の2月からお付き合いを始めました。彼は穏やかな人柄で B 級グルメなど食の好みが合います。結婚している友人たちは旦那さんについて最初はそんな好きじゃなかったよということが多く、飯田さんも結婚相手は安心と楽が一番とおっしゃっていたため、こういう感じが相性いいになるのかなと思い始めています。まあでもいいんじゃないの。どうですか、何にも問題なくない今。事件が起きてないもの。確かに、あ確かに、これこういうことさ。あんだけどさ、でもなんか浮気がバレてとか、うん、借金があってとか、うん、
まあ、DV まではないけどなんか、うん、そういうのあって相性どうですか、うん、だけどこれだともうさいいんだからさ、まあ、順々これをさ、そうそう、これをもし悪いって言ってもさ、悪いって言いづらい俺の空気を考えてると思わない、うん、こっちがね気使わなきゃいけない、そう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 、でもね B 級グルメの 食の好みが合うっていうのはこれやっぱ大事だったりしますよね、食とセックス笑いね、この3つが合えば意外と金銭感覚とか関係ないからね、意外と貧乏だったりすると良かったりするので、うん、衣装でいうと一応恋愛運がいいところと、はい、うん、そっかチーズたこ焼きさんが時計で、お相手の方がインディアンザか、あ、時計とインディアンの相性ってね、はい、インディアンザは時計の持ってるもんを吸収するのうまいな、吸収っていうの悪くと奪えるの、おー、盗むってことですか、うん、で時計座は常にインディアンザに憧れてるから、時計座はインディアンザ、あー、めちゃくちゃインディアンだってマイペースだから、ひょうひょう淡々と生きて誰にも執着もされず自由に生きている、うん、一方時計は誰かがいなきゃ絶対ダメ、うん、ツレションタイプだから、トイレ来いよみたいな、インディアンザはトイレ来いよと、いや行かないよ別に、行かない、行きたい時行くからはっきり断ってたから、それに憧れるの、一人でトイレ行ける、一人で誰かトイレ行こうって言わない自分になりたいってそれ幼稚園生の話じゃないですよねあ、でも何かをやるときにちょっと一緒に やってくんないっていう、そうそうそう、だから吉野家とかで一人で食べてるのも全員インディアンザだよ、そうなんですね、まあ、確率としてはその方が高い、あ、まあまあ一人焼肉とか平気とか、あ、時計は一人焼肉いない、あ、もう無理無理無理、面白い、全員で歌めだよまあいいけどね、みんなで庶民的なところがいい、イルカだってあれ何人かいた方がいいよ、あ、でもそうかも、カメレオンも友情だから誰かいた方がいい、誰かもな、俺全然一人の方が平気だから、うん、じゃあもういい感じですか、相性は、相性いいんですが、互いで言うと口が悪いとこ一言多いところがあるので、その喧嘩、口喧嘩ですね、うん、そこが問題と、チーズたこ焼きさんの方が、まあ、若干は、まあ、8番9番もでも品格ある割にちょっとひねくれたことを言うので、9番持ってる人ってなんか嬉しいけど嬉しくないみたいなこと言ったりするから、それがほ、で彼はストレートに受け止めるから本当に嬉しくなかったんだどうしようってがっかりしちゃうので、はいはいはい、そこはちゃんと素直に言うようにすれば問題ないと思いますので、うんうんうん、なんかやっといてください、はいはい、どうですか井上さん、ありますか、 なんか B 級グルメの食の好みみたいなのポイント的なことは、たこ焼きポイント、あ、たこ焼きポイントがなんかあのたこ焼きとはちょっと違う外食でちょっとポイントが最近できたポイントがありまして、何スカイラークポイントっていうのができたんですよ、あのスカイラーク、スカイラーク、はい、スカイラークグループガストとか、ね、はい、そういうところでスカイラークポイントっていうのが貯まるようになったんですよ、うん、今までは楽天ポイント D ポイント、V ポイント、あ、確かに、うん、これプラスダブルで貯まるんですよ、スカイラークポイントが、すごいじゃん、だからすごいんですよ、それが今年5月に始まったばっかで、だからこれ外食するときは2つダブルで貯めてっていうの、すごい、シャブ用とかもそう、あ、シャブ用とかもそう、あ、シャブ用ね、いいですよね、でこのスカイラークポイントと今3つのポイント、うん、楽天 D、V 貯まるって言ったじゃないですか、うん、この3つのうちどれか1個しか貯めれないんですけど、うん、スカイラークグループプラスで、うん、この3つのうちどれが一番お得かって知ってます、クイズきた、 D ポイント V ポイント飯田さんが正解です、はい、適当に言ったんで忖度したんじゃないの、いや違う違う、飯田さんの番組だから適当に言っただけなの占ってました、占い師ですから、さすが占えて、さすが V 以外なんですよ、 V 以外、D と楽天で、これなんでかっていうと、うん、200円税込みにつき1ポイント貯まるんですよ、うん、D と楽天は、うん、V は200円税抜きにつき1ポイントなんですよ、あ、そうなんすね、だからここビビたるもんですけど、ちょっと違うんですよ、積み重ねたら大きいよね、大きいです大きいです、さすが何でも知ってるな、でもあれですよ、あの今あのガストとか、うん、あのクーポンとかがあるんですよ、昔からあるよ、違う違う、クーポンがあってそれもあのなんかその電子版みたいな入れるじゃないですか、 iPad みたいなのあるじゃないですか、うん、あのテーブルに、テーブル あそこに番号入れるともう半額とかになってそこで注文できるんですよ、ありますね、あるんですよ、それだからあれも最高ですよ、時々やります俺、だからへえ、ガスト行きます、クーポンなんか全然使わないもん、
続きまして奈良県は40代前半女性かなさん、はい、私は自分に自信がなく家族以外の人の前ではありのままの自分でいることができません、はい、気づけば人からどう思われるかを必要以上に気にしてしまっている自分がいます。そのため言いたいことが言えずしたいことができず人間関係をうまく築くことができずに落ち込むことが多々あります。ありのままの自分でいられたらもっと人間関係や可能性を広げることができるのではないかと思うのですがなかなか性格を変えることができません。私のこのような性格はずっとこのままでしょうか。もうこれ読んでて何か当てれるでしょ。あ奥ちゃん出てこれ、聞いてる人のもう半分以上わかんじゃない。何絶対生駒さんわかってますよね。わかる。井上ポイントわかる。いや全然わかんないです。この文章でも 100% らしいもんでしょ。ああネガティブ。そうかそうかネガティブね。あしかも事件起きてないでしょ。何もそうかどう思われるかを必要以上に気にしてる、うん、はい何も起きてません。確かに何も起きてない。妄想です。気のせいです。うん気のせい。ネガティブ発想してるだけです、うん、気のせいです。何も確かに起きてないですね。そうかなさんのことは誰も見てないし誰も気にしないですでも羅針盤って気真面目だからこそ。この動画の続きは会員サイトゲッターズイーダの占いで占っています。というわけで井上君ありがとうございました。ではお知らせは、はい、お知らせはい、あの僕偶数月にオトークライブというライブをやってまして、やってるよね、はい、そのゲストの方と、うんまあ、僕と2人でこのお得な話とか、まあ、それでいろんなトークをするっていうライブをやってまして、僕も出ましたからね。そうですね昨年抽選しながら、はい、そう今日やった抽選しながら占いして、ね、その間に井上くんがポイントの話をするみたいな。すごいよね、はい、すごいよね、うん、ありがとうございます。その昨年出ていただいて、うん、そのプロキックボクサーの方にお尻蹴られてあったあったあった歯折れたよね。いや歯折れたんですよあったあった。飯田さんが変な振りするから本当本当にプロキックボクサーかどうか分かんないから蹴ってもらったなみたいなことで、そうしたらその子勝ったんだよ。そう勝ったね。今まで勝ったことなかったのに。そう勝った。だからプロキックボクサーで一回も勝たない方は一回井上くんを蹴ると勝てるかもしれない。いやジンクスがね。縁起物じゃないんですよ。はい、そのライブが、はい、8月の24日土曜日にありますので、はい、何時18時半開場、19時開演。詳しくは何時見てるちもいいですか。僕の X とか、はい、ブログとかで告知はしてますので。じゃあ8、はい、じゃあ次は10月と12月もやるとかね。そうですね。はい、8月はゲストは。8月のゲストはまだちょっと今オファー中。あ、オファー中、はい、まあね、かつては結構ねすごい人も 出られてますから。そうですね、ジョニオさんが出たりとか、ね、滝さんとか奥間くんも出てるから奥間さんもいやいやその振りでしょ。自分が怖くないですか。自分のことを出せっていう。いやだとしたら怖くないですか。俺やばいやばい。かつてすごい人出てますねって俺を言わせるってやばくないですか。やばいよとなっちゃ天狗になっちゃいましたねなってないよ奥間さんなってないよ。なんかぜひぜひ偶数月、はい、町田駅から田町駅か、はい、田町駅から近いよね。近いです。歩いて5分ぐらいです、うん、目の前ですから、ね、建物のぜひぜひ入ってあげてください。はい、はい、ぜひありがとうございます。公式サイトでは毎月約15名を個人鑑定、占ってほしい方はぜひこちらのリンクからサイトにご登録ください。お待ちしてます。